業意見がものすごいキャンペーンを始めまして、これだけで1340円なんです。結構ボリュームあるわ。おお、えぐいえぐいえぐい。あ、やばっ。まっ、どうも、なとこです。今回新宿に来ました。今回紹介するお店がこちらということで、みんなおなじみの弥生軒なんですけど、弥生軒がものすごいキャンペーンを始めまして、俺知らんかったんやけど、リュウが教えてくれてね、なんと期間限定でレモンサワーとハイボールが1杯90円っていうバカ安いイベントやってます。すごい。で、これ9月1日の14時までらしいんやけど、まあ結構期間も長いし使えるなと思ってね。あと俺学生の時にめちゃくちゃ弥生軒行ってたんやけど、最近行けてないなっていうのもあって今回来ました。で、今撮影終わりないけど、正直価格びっくりした。ほんま動画、まあめんどくさい人は飛ばし飛ばしてもいいんやけど見てほしいんやけど、こんな食べてこんな飲んでその値段になりますっていう驚きの価格、お互いえってなってっていうぐらいね、すごいコスパ良かったやけどね。やっぱ久しぶりに来たけどもうまかった。もう弥生軒は俺の中で食堂じゃなくて居酒屋ですっていうすごい回になったんで、これよかったら見ててくださいということで、早速行ってきます。ということでね、来ました。まあね、最近も暑い。90円でレモンサワーとハイボール飲み物やったらめちゃくちゃありがたいよ。まあ、弥生軒は、食券機で買うシステムになってるんで、ちょっと一旦買ってこようと思います。てなわけでね、久しぶりに来たけど、あ、定食がずらーってあるわ。学生の時にめっちゃお世話になったわ俺。めっちゃ懐かしいんだけど、あ、これか。すごいね、やっぱ90円って安い。今360が90だってな。別に360円高くないけどさ。めっちゃ安い。いや、これどうするか迷うな。臭いのが結構あるんだ、実は。おお、なるほどね。まあ一旦じゃあこれもつまみつつ、まあ後でこの辺とかも行くか。じゃあちょっとさ、ここから選んでいこう。とりあえず定食食べたかったけど、まあ一旦ちょっとね、サイドメニューずらっと頼んだんで、それをね、魚に飲んでいこうと思います。はい、90円のハイボール。えっすぐ。うん、それすぐ。乾杯。こんなめっちゃ濃いね。え、これめっちゃ濃くない？え、いや俺正直ちょっとめっちゃ氷入ってるからさ、ちょっと薄い。やっぱこういうのでも90円って安いからちょっと薄いと思ったけど、あれ？いや、すんげえ濃いよこれ。まあまあ酒飲み優しいしようということで。衝撃的です。めちゃくちゃ折りたたいてびっくりしてる。小皿バッて来たんやけどさ、これ狙ってなかったよ。たまったまやけども、ちょっと見てほしい。テーブルにこれずらってあって、今ここに4品あるのね。で、ここに俺と龍のハイボールが1つずつあると。これ2杯とこれ足して合計金額まさかの990円。やばすぎ。すごない？なんか適当に選んだ直感で言ったらガチせんべろだったね。ね、しかも2杯でだからね。いや、そう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 、ね、いや、すごすぎ。いや、なんかね、まあ、それぞれ説明していくと、これがなんか、まあ、オクラと蒸し鶏と梅肉とわかめをあえたやつなんだけど、これが120円ね。で、これまあ、牛皿、これが250円、天ぷらの小鉢、何種類あるんだろう、3、4種類ぐらい入ってるのかな、4種類か。で、これが250円で、卵焼き、まあ、結構大きさもあるけど、これが190円。これもハイボールが90円で、合計が990円。体感で分かるでしょうね、なんとなくその収める感じ。分かるようになってきちゃった。分かるようになってきちゃった。じゃあまあ食べるか。でね、ちょうど今それやってる時に一緒に来たんでね、これを紹介します。こちらチキン南蛮ね。でこれは、390円なんやけども、まあ、結構量がしっかりあって、だからこれで1380円よ。1人700円いってないやろ。そうだね、やばない。じゃあちょっといいっすか。おいし、いただきます。俺、弥生軒ってやっぱ学生の時にすごいお世話になったけど、でも定食を食べるイメージしかないから。俺もこうやってきたの初めてね。いつも定食食ってた、ね、そう、たまたま龍がこのキャンペーン教えてくれて。いただきます。ごめん、欲しい。確かにね、濃い。牛皿はもう、もう言わずもがなの、甘めのやつだけど、いや、こいつがやっぱ濃いの結構想定がいいよな。ちょっと他も行くわ。エビが2尾と、レンコンとオクラか。いいね。龍の感動ね、すごく見たい。うまい。いや、まあ、僕大切でうまいのわかんないけど、もうなんかこれとこれで300円ぐらいされちゃうよって考えたら、なんかなおさら感動がね、倍増する。おー、いったね。
ちょっと酔いすぎないようにちょっとお酒まとめて発注していきます。でもね、飯岡さんスタイル最初ちょっとなんかこうノリでやったけど、いかに理にかなってるかっていうのすごいね、最近身に染みてるから。でも衝撃的なのがこれさ、一旦ナンバー抜いたここだけね、これだけで1340円なんですって。安いすぎだよ。そう、1人700円かかってない。で、これにチキンナンバーを入れたとしても、その1340円に390円足してるから、1700円台。まあ、結局1人1000円いってないっていうね。じゃあちょっと僕レモンサワー、じゃあ俺もレモンサワー、まあ、乾杯を何回してみんでね、はい、じゃあちょっと1杯目イエイ。うん、もちろんさっぱりしてるけど、すっきり。ハイボールがバチコイな。そう、なんかハイボールが非常に主張するんだよね。卵焼きってみるか。おろし醤油とかじゃうまいよな。ね。まあでも、天ぷらのね、セットで買えたら、天ぷらのやつかけてもいいけどね。確かに。一旦まあ、無難なマヨネーズいくか。まあ、卓上に一味とか醤油もあるから、それでかけてもいいと思うけど、まあ一旦これもいってみるかな。うまっ。めっちゃ美味しいね。醤油かけてもいいし、このままでも十分いいし、マヨネーズでクリーミーにしてもいいし、天ぷらのこれでさっぱりさせてもいいっていう、すごい万能な卵焼き。うまっ。定食さ、物に言ったらもっと安いからさ、定食とこのハイボールからもさ頼んでも、まあ、1000円いかんよ。そうだね、アホみたいに飲まんかったら、うん、すごい話や。こいつも行ってみるか。夏だから、うん、これはね、ポン酢で味付けされてるっぽいから、だからすごいなんか配分としては超いいんじゃないかな。よし、じゃあちょっとオクラと鶏とリンさん、いきます。こういうの、うまい。てかなんか見て選んだけど、この組み合わせこれいいバランスだよね。非公式で直高セットって言いますけどこれめっちゃいいと思う。なんか濃いし、味しっかりしてるし、いろいろ変えれるし、さっぱりしてるし、めっちゃいいと思う。直高セットです。公式にしてくださいボリュームあるわ。いやだから唐揚げさ、ちょっと行こうかと思ったけど、ここで450円やったからちょっと高いかなと思ったの。けど何番のこの大きさ見たら、もしかしたら唐揚げも結構大きいかも。確かにね。だから今のところそんなケチってる感じがないから、ちょっと勝手な先入観で辞退してしまいましたが、はい、こんな感じで大きい、いただきます。いいよ。やわらかすごい。まあ、ジューシーですね。ね、やばい居酒屋爆誕やわ。ちょっとリュウにもね、どれか。でかいな。でか、確かにでか。なんか俺のさっきのよりでかないか。めちゃくちゃでかい。すまんね、大きいの。ああ、全然全然。いただいちゃう。はい、いただきます。うん柔らかいね。うん、けど外サクッとしてて、タルタルもなんか主張しすぎず。いや、これはハイボールな気がするんですよ。はい、こっちにあるんですけど。ああ、なるほどね、なるほど新しい飲み方ですね。こう手元にじゃあこうやって置いてるとこれができると。なるほど、その食べ物に合わせてお酒飲めると。これあれじゃない、直高流スタイルなんじゃない。まとめて注文して選ぶスタイルね。めちゃいい。俺ね、気づいたことがある。なんか無意識に頼んだこのセットやけど、天ぷら牛皿卵焼きはぜひともセットで頼んだらいいんじゃないかと思ったのでよ。ちょっとこれ今からやろうと思うけど、アレンジしようと思って。だからまあこれもいいと思うで、うん、でもさ、普通にこれと一味めっちゃかけてマヨネーズでもいいと思うのよ ね、 あ、なるほどね。ちょっと罪やけど、これ単品やったらないからさ。ちょっとこのこんにゃくかけてでいい。卓上もあるしね。でこれでマヨネーズ乗っけて、なのかな。濃厚なんですけど、よりマヨネーズクリーミーになりまして、それを最後ピリッと締めるアレンジでございます。Oh my god。 まあちょっと俺らめちゃ飲んでるからあれやけど、2杯までとかやったら1000円で楽しめる。これはすごい。いいね、このオリジナルセンベロセットを見つけるの楽しみ。応援できる。
もうさっきのさハイボール濃すぎてレモンサワーが別に味しっかりしてるんやけどめっちゃスルって飲める。卵焼きもちょっと他の味で堪能しようかな。で逆にこれさ醤油かけてもいいけど甘いからこの牛皿のタレにつけてもうまいんじゃない。それはねありだと思うね。ちょっとやってみるか。ここになんかまあまあすごい悪いことしてるみたいな。あ、うまっ。ちょっと後でやって。どんどん正解を見つけていくね。すごいハイボール飲んで。弥生軒って居酒屋やったんだ。え、最後来たのいつ？定食とかはワンクールに1回ぐらいさ、あ、ほんま？いろいろ出るじゃん、新しいので。夏とかに出てさ、チキンの1枚揚げみたいなやつ知らない？その時は毎回行ってる。あ、期間限定のやつ。そうそう、本当にもうレギュラーにしてほしい。ほな、次天ぷら行ってみるかな。じゃあいつか俺オクラ行って。いいよ。てかぶっちゃけ、まあ別にそんなやらんけどこれで飲めるわ。大根がそう、あのみじん切りがこう食感がちゃんと残ってる状態でやってくれてるから。大阪行って大阪は尋常じゃないですけど今は弥生軒の方がやばいかもしれない。サイドがなくなってきたからね、まあなんかちょっと少し追加処分しようかな。でも今サイド見てきたんだけどちょっともうお腹減ってまして、もう最後は定食の魚に飲もうかなっていうのね。定食注文してきた。でこれがもうちょっとなんで、まあ、定食来るまでの間に頼んだサイドがね、ラストも一切れになったからこれで開けようと思います。美味しかったね。南蛮マジでうまかった。単体で南蛮頼んだから、あの南蛮定食にはせんかったけどチキン南蛮定食もあってさ、お酒飲めたらこれぜひね、行ってほしい。最後に頼んだね、定食はこちらです。ミックスカツとじ定食。今店来た。確かにね。今来た。しかもこれね、790円やって、そんな高くねえっていう。めっちゃうまそうよね。まずこれ牛やんね。でエビでカツ。しかも全然想定してなかったけど冷ややっこ付き。でお米はまあ今回白米でしたけども、なんかもう一個選べるポイントね、これおかわり自由。けどすごくない？これで味噌汁も締めれるんやで。え、もう完璧じゃん。いや俺気づいたけど、まあ、完結だよねここで。完結やね。じゃあちょっといただきましょうか。絶対でも美味しいと思うこれ。これ790円からハイボールかレモンサワー2杯頼んだとしても970円。今のキャンペーン期間中だったらそうだね。本当すいません。いただきます。普通にご飯食べますけど熱そう。熱そう。じゃあこれで、まあ伝わるわ顔で。何も言ってないけどうまいんだな。めっちゃうまい。他の定食も美味しいけど、チキンカツ南蛮もいいけど、カツとかさエビとかいろいろ入ってるっていうのを考えたらこれで飲むのはめっちゃいいと思う。一食目みたいな顔するでしょ。え？一食目みたいな、今ランチできましたみたいな顔で来る。でもお腹減ってたからね。もう味噌汁いくか。酒たらふく飲んだからね。これやばいわ。めっちゃやばいわ。見つけた。やばい。やばいしかね。ちょっと味見かけようか。ロースカツかな。だってもう結構でかいんだよね。そうで、しかもここだけでも飲めるやん。半熟の卵ね。おお、えぐいえぐいえぐい。よいしょ。この照りが待ったらうまそう。あ、うまい。やば、まっやばっ。マジであのご飯泥棒兼お酒泥棒。これ単品であってもええぐらいないかな、ほんま酒飲みのためにやったら。これで飲めるもんね。なあ、ちょっともう書き込みます。サイドあんだけ食ったとは思えない。育ち盛りや。白堀戻って明日の朝の俺はちょっと怒ってるやろ。
食いすぎだぞと。あともう一個気になるのがあって、あそこに全然知らんかったけど弥生軒のサスサービスっていうのが始まったらしく、近くようで、そんな見ちゃったらね、それはもうそれ行かざるを得ないよ、それはもう。だからもう一回お借りして、残りのやつも食べつつ、最後そのだしで締めて、これもう飲んで、で最後味噌汁飲み切って終わり感じです。完璧やん。ちょっとお借りしてくれ、まあ、一旦波折りにしたけども、波は100 150で、あれは断水断水が断水した断水が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 断私飲むだけでもいいかもね。いやそう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 、なんかほんまに久しぶりに来たからやけど弥生軒がめっちゃ進化してた。ラインをする。あ、そう、そっち行く。うん、結構だし濃いめじゃない、ちゃんと匂いするね。ね、いただきます。あ、うわ、もうちょいつけてもらってもいいかも。けどこれちょっと飲んでみ。だしが結構濃くてめっちゃ美味しいね、米なくたっていいね。うん、美味しいね。これありがたい。これサービスやばいね。さすがに食いすぎ。やっぱね、定食あんだけ食ったとのはきつい。本来定食屋さんだからね。しかもご飯おかわりしますから。まあでもラストなんでね、開けます。これだし美味しかったね。うまかった。これマジで美味しかった。ほんまにもうだしだけでも飲んでほしい。よく食べる直隆くんをお送りしております。お腹やばいよ今。酒行って、ほんで最後味噌汁行って。最高じゃん。一番いいよ。整いました。いくら行ったんやろ。多分でも安いと思うけどな。お酒は2人で8杯やけど、まあおかげで出そうと思います。ごちそうさまでした。はい、ということで行ってきました。衝撃的な値段です。2710円。2人で1500円いってない。1400円いってない。いってない。あんだけ食ってあんだけ飲んで、いやすごいイベントやわ。度肝抜かれた。しかも普通に美味しいし、これは東京にいない人でも、すぐに実現できる、もう全国的に利用できるね、すごいキャンペーンやと思うので、これはぜひ行ってほしい。超うまかったわ。定食食ってなかったらさ、定食食ってなかったら1000円台やね。そっか、定食食ってなかったら1人セーブ行ってないのか。いやすごい、やっぱ弥生軒すごいです。はい、なのでね、まあこれあの9月1日の14時までの限定イベントらしいけど、まあよかったら行ってみてください。まあめちゃくちゃ驚くと思うということでね、まあそれ行ったよって声を聞くの楽しみにしてます。以上、ダッドでした。